ニュージーランド神秘ウイルス生活りょうこです。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今日はですね、2021年1月中旬なんですけれどもね、毎年ね1月になると思い出すことがあるんです。何かというと、私が初めてニュージーランドに来たのが1997年の1月17日ということでね、1月になると、また今年またね1年ニュージーランドを長く住んだなぁといつも思うんですよね。はい。でね、ニュージーランドに来る、まあワーキングホリデーでね、最初来たんですけれども、まあワーキングホリデーに来ることを決断するまでね、やっぱりいろいろなことを悩みました。それまで私が勤めてた会社というのは、まあ普通のね、OL でしたけれども、でもまあ、当時、まあバブル弾けた後とは言っても、でも、日本では有名な、超一流大企業でしたからね。なので、まあそこにずっとね、いたら、当時であれば、まあ大企業にね、入社していれば、いつまで行っても安泰だというふうに言われてましたからね。だから、そこから出て、で、海外に行くっていうには、とても勇気がありました。まあ、私の場合はね、女性なので、まあ、女性だったら結構、その当時は、皆さん、寿退社というかね、結婚して、会社辞められる方も多かったから、入社して25とかね、26とかになるとね、みんな結婚し始めて、で、まあ、会社辞めちゃう方が結構多かったですよね。私ね、20歳の時に、短大卒業してすぐに入社したんですけれども、当時同期がね、全部で8人いました。で、私が覚えてる限り、26の時には、同期、私以外全員結婚してましたね。そう。私だけが結婚をせずに、結婚相手もいるわけでもなく、会社勤めをしてました。みんな結婚しちゃって、で、私もね、もちろんね、結婚したい、もう30までには結婚したいなと思ってたんですよね。当時20歳で入社して30歳の女性って結構もうお年いった感じ受けてたんですけど、今だったらね、全然そんな、まだまだ30歳なんて若いんですけれども、30になったら、30までには結婚したいなって思ってたんですよね。で、まあ、会社の方も、まあ、入社して1年、2年はバブルだったのでね。で、突然バブル弾けて、でも仕事の方もね、だんだんこう、なんていうのかな、新入社員も取らなくなったので、だんだん仕事の量がね、増えてくるっていう感じで、まあ、もともと私、松下電器だったんですけどね、まあ、現在のパナソニック入って、何がしたかったかっていうと、営業やりたかったんですよ、セールス。でも、私の配属された、部署っていうのが、産業部品を扱う部署だったので、まあ、半導体だとか、電池だとか、コンデンサーとかね、もう私には全くわけのわかんない商品なんですけど、そういったものを扱うところだったので、女性のセールスって方がほとんど、もう、当時いなかったです。入社してすぐの時には。で、やっと一人出たって言っても、その方はもう本当に、勤続20年以上ぐらいの女性の方でしたね。そう。なので、バブルが弾けたら、その前までは、バブル弾ける前までは、うちの営業所としても女性のセールスを出そうということで、結構こう、押し気味っていうかね、押してくれてたんですけど、でもバブル弾けちゃったら、新入社員を取ることがなかったので、どんどんね、仕事をし合う寄せになってしまったと。なので、まあ私がやりたい仕事もできず、結局営業業務っていう形でね、事務の仕事をずっとやってたので、何なんだろうな、こう、いてもこう、もちろんね、自分のやりたい仕事ではないから満足感も感じないし、その大企業に入りたいって、まあそれが本当に一つの夢だったんでね、当時というか学生の頃とか。で、入れて、まあ、それはそれで良かったんですけれども、実際ね、入ってみたら、大企業の、歯車の一つでしかないっていう感じですかね。そう、それがちょっと感じてきてしまったっていうのと、あとはもう、もしもね、結婚その時してなかったですけど、もしも結婚するんだったら、自分が全部やりたいことをやって、で、あとはもう、その結婚した時に、旦那さん、あるいは子供にすべて、私の愛情を、みたいな、私のすべてを捧げるみたいな風に思ってたのでね。なので、その時、自分がやりたいことすべてやるのうち、やってなかったのは、海外生活だったんですよ。海外留学。なので、そこでね、海外留学を考えて、
ただ留学っていうの、学校だけ行くっていうのもあれだし、で、ね、ワーキングホリデーっていうね、システムを知って、まあ、ワーキングホリデーだったら1年っていうね、期間ありますけれども、でもね、勉強もできるし、仕事もできるし、旅行もできるし、もう本当にパーフェクトなね、ビザなんですけどね。なので、そのビザを使って行こうということで、うん、来ました。はい。で、まあね、ニュージーランドを選んできたんですけれども、そう、まあ、会社の方も辞めると言ってから半年前かな、1年前だったかな、とにかく辞めるって言ってもすぐには辞めさせてもらえなくて、事前にね、言わなきゃいけないっていうこと、1年ぐらい前だったかな。だから、そう、25の時に海外に行こうと決めて、でもその時には、ね、ニュージーランドしか選択しかなかったから、30歳までね、行けるのは他、オーストラリアと、カナダは25歳までだったからね。なので、まあ、それで決めて、でもね、それからもう不安でしたね。と、今みたいに、その、インターネットってないですからね、ウェブでちょっと調べるとか、その、体験談のね、その、すでに現地に行ってる人の体験談っていうのは、当時、地球の歩き方って本、ね、今でもあると思うんですけど、当時はね、海外旅行行くときに必須の、地球の歩き方の、まずニュージーランドを買って、なおかつ、ワーキングホリデーっていうカテゴリーの本があって、それに、まあね、カナダとかオーストラリアとかニュージーランド、ワーキングホリデーしてる人たちの、こう、体験談だとか、案内だとかね、説明だとか、いろいろあって、でもね、やっぱりもう一人だと何が何だか分かんないし、周りに経験してる人もいなかったし、すごい不安でしたね。だからもうそういうところで情報を集めて、で、うん、やっぱりこう、自分一人ではちょっと自信がなかったので、エージェントを一応通して、うん。まあ、金額はね、そんな大した金額じゃなかったです。当時で7万円ぐらいだったかな。なので、こっちに来てからの、まあ、なんかあった時のサポートとか、あとはその、ね、仕事を探す時の、履歴書を作るのを手伝ってくれるとか、まあ、こっちに来ての、来てからのオリエンテーションだとかっていうのがあったっていう、それをまあ一応つけてね、来たんですけど、うん、本当ね、不安でしたよね。で、まあ、事前に、そのね、ホームステイ、学校の方、最初に2ヶ月申し込んだので、その2ヶ月申し込んだ中に2ヶ月間は、ホームステイということで。なので、ニュージーランドを出発して、到着した時には、ホストの方が、空港までね、迎えに来てくれるっていう感じでした。ただね、私今思い出したんですけど、なんか私人が良かったのか、ちょっとどうなんだろう。まあ人が良かったと思うんですけど、出国、その荷物検査、入国審査して、で、ね、外出てくる前に荷物検査あるじゃないですか。その時に、私のすぐ隣にいた、中国人の人たちに、まあ、捕まってしまったというか、声をかけられて、ちょっとこの箱ね、一緒に出るから、一緒に並んでくれ、みたいなこと言われたんですよ。うん。でも多分、その、荷物の制限だったか、ね、その、ニュージーランドって結構その、外から食べ物とかね、まあ、靴だと靴の裏に土がついてないかとか、その辺すごく厳しいんですけど、そういう検査が厳しかったからか、まあ私が、まるで私の荷物かのように、ね、一緒にいてくれみたいなこと言われて、それでものすごい時間かかったんですよ、その外に出るのが。で、多分1時間以上かかったんでしょうね。それ頼まれたの、引き受けてなかったらとっととね、外出れたんですけど、1時間以上経って。で、やっと出た時にはまあね、ホストマザーが待っててくれて、すごい心配してて、出てくるのがあまりにも遅かったんで。うん、そんなことがありましたね。そう。で、あと、その後、すぐに、着いたのが確か日曜日だったのかな。で、次の日から、もう、ランゲージスクールという語学学校行くので、ホストマダーがね、ランゲージスクール、語学学校のところまで車で連れてってくれたんですよ。で、私が選んだね、語学学校っていうのが、海の近くの、シーフィールドランゲージスクールだったかな。海の近くだったらいつでもお散歩できるわ、なんて思ってね、まあそこの学校を選んだんですけど、そこ、まあ行くので、ホストマダーがね、海の近くドライブして、ここが学校よとか言って、で、学校の近くの、海沿いの、道をずーっとドライブしてくれたんですよね。でね、その時にね、
その、まあ、ほんと、私は全然英語その時全然できなかったので、まあ、とりあえず、まあね、聞いてたっていう感じなんですけど、あの、ホストマザーが、なんたらかんたら、トゥダイって言うんですよ。で、このビーチ、二人も死んだ人がいるんだって、ちょっとデンジャラスな海だなーなんて思ってたんですよね。そうしたら、思いっきりニュージーランドイングリッシュで、トゥダイっていうのがトゥデイのことだったんですよ。そう。で、今思えばね、笑い話ですけど、でも当時私全然英語ができなかったし、ニュージーランド英語に触れたのはもうそのホストマナーがね、人生初めてだったから、もう本当に、なんでデンジャラスな海なんだろうって思いましたけどね。そう、今でもそれは、あの、ニュージーランド英語を話す時の、あの、笑い話になりますけどね。そう。で、そんなこんなでホストマザーのところを着いて、で、まあ食事もして、でもね、なんだか疲れたなーと思って、でもまだ外は明るいんですよ。まだ明るいんだけど、なんだか眠いなー、疲れたなーと思って、時計を見たら、もう夜の9時だったんですよね。そう。こっちはね、日がものすごく夏はね、あの、サマータイムを導入してることもあって、あの、時間がすごく長いんですよね。夜じゃない。あの、明るい時間が長くて。で、もう1月とかっていうと、もう9時半ぐらいまでは明るいかな。9時、下手したら10時手前ぐらいまで明るいんですけどね。そう。だからね、眠いなって思ったのは当然、まあ、飛行機に乗って、ね、12時間とかかけて、飛行機に来たので疲れがあったっていうのもあるんですけれども、うん。じゃなくて、まあ、それプラス、あのね、日が長くてびっくりしたっていうのも、その、ついた当日に感じたことでしたね。うん。そう、今思えば、ね、あの頃は、ニュージーランド航空って、成田から直行でね、クライストチャーチ来てたんですよね。そう、クライストチャーチに来て、それからオークランドに行ってたんですよね。今はもうクライストチャーチ直行便はないんですけどね。うん、といったことで、そう、1月になるといつもね、そんな風に思います。あともう一つは、日本はね、1月って真冬で寒いじゃないですか。でもニュージーランドは一応真夏なんですよね。だから、結構真夏の格好ばっかり、夏の格好というかね、洋服だけ持ってきたんですけど、思ったよりも全然寒いんですよ。ニュージーランド、特にクライストチャーチの夏って、25度超えることほとんどなくて、で、朝晩も、寒い時があって、で、ガイドブックには、そのね、当時の、地球の歩き方には、ニュージーランドには一日のうちに四季があると。だから、こう、朝とかね、夕方、夜は、まあ、こう、ジャケット、フリースで、あと、中にカーディガンを着て、で、半袖。そうすると、こう、温度調節、暑い時には脱げばいいし、寒くなったら着ればいいしっていう形で、最初はそんなことないだろうと思ってたんですけど、本当にそうなんですよ。うん。だからこれからね、ニュージーランド旅行をね、楽しむ、夏にね、旅行にいらっしゃる方は、ぜひとも、フリース。まあ今だったらもうユニクロのダウンジャンケットですよね。あれもちっちゃくなるし、風も通さないし、あれはもう夏でも必須です。はい。ということで、今日は私が1月になるといつも思い出すという初めてニュージーランドに来た時のことをお話しさせてもらいました。はい。これからもね、ニュージーランドに関すること、私のたわいのない、ま、ニュージーランドでの、滞在期などね、いろいろとお話ししたいと思いますので、興味ある方、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それでは。